歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川猿翁さんの長男市川中車さんと孫市川團子さんが京都南座の9月花形歌舞伎新水滸伝に出演し、気丈な姿市川猿翁。歌舞伎俳優の市川猿翁さん、木野氏正彦さんが9月13日午前6時55分不整脈のため都内の自宅マンションで死去した。83歳だった。市川猿翁さんの長男の市川中車さんと孫の市川團子さんは9月16日京都南座の9月花形歌舞伎新水滸伝9月24日までに出演し、気丈な姿を見せた。午前の部では幕開きでスーパーバイザー市川猿翁と紹介された瞬間に三代目澤瀉屋と大向こうがかかり拍手が起きた。劇場には報道陣が詰めかけたが、中車さんは楽屋口を下げて出入り。劇場関係者は中車さんについて13日朝に猿翁さんが亡くなった後も普段通りに舞台を務めていると説明した。観客の一人は中車さんの熱演に胸がいっぱいになりましたと話した。中車さんは9月18日午前の部終演後にアフタートークショーに出演予定だったが、同関係者は欠席の予定ですと話した。9月21日午前の部終演後にアフタートークショーには團子さんが出演予定だが、こちらも今のところ未定ですと話した。中車さんも團子さんも本当に辛そうですね。猿翁さん亡くなった件についてもしよかったら、コメントをいただけたらと思います。市川猿翁さんの長男市川中車さんと孫市川團子さんが京都南座の9月花形歌舞伎新水滸伝に出演し、気丈な姿市川猿翁でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。